この店は私が小さかった頃にパパと何回か来たことがあるんだ。でも大きくなってからはあんまり来てなくってね。口に合うといいんだけど。心配すんな。それにオイラたち、こういうレストランで食べるのって久しぶりだからすっごく楽しみだぜ。じゃあ注文してくるから、ちょっと待ってて。うーん、おいしそうだぞ。フォンテーヌ人の料理って手が込んでるんだな。そうよ。さ、食べて。もし美味しければ今度はスピナディロースらのみんなを呼んで貸し切らせてもらうから。美味しくなかったら？それでもやっぱりスピナディロースらのみんなを呼んで貸し切るかな。ま、テーブルごとに料理を一つしか頼まないけど。さすがナビアだな。そういえば送別会って話だったけど、祝勝会にしてもいいんじゃないか。だってオイラたち協力して裁判に勝っただろ。ああ、言われてみれば確かにそうね。めでたいことだし。マスター、もう二品追加でお願い。おい、別に料理を追加しろって意味じゃないぞ。あ、そうだ、今日の事件も終わったことだし、これから連続少女失踪事件の黒幕もすぐに捕まるんじゃないか。それについては大きな一歩を踏み出したとしか言えないかな。少女を意図的に溶かす組織がいるのは判明したけど、その本当の目的はまだ明らかになってないし。目の前で見てなかったら人が水に溶けるなんて到底信じられないことだよな。だよね。誰も想像できないような異質な要素が連続少女失踪事件には存在する。だからその調査の鍵となる部分もずっとつかめてないのかもしれない。くー、あいつが真実を最後まで言えてたらな。それがまさか、真実まであと一歩ってところなのに。こういった事件の調査ではたとえあと一歩に見えても、手がかりが完全に断たれればそれは越えられない溝になる。正直、これから行われるであろう公的な調査については、私あんまり期待してないの。別に彼らの実力を疑っているわけじゃないけど、物事によっては違う視点も必要だと思うからね。ずっと同じ視点から見てたら、意図的に隠蔽されたり、警戒されやすくなったりする。時には視点を変えないと真相は見えてこない。だからこそ私たちスピナディロースらが存在するの。高いところに立って見てる人間があらゆる面に配慮できるはずもないでしょ。目の届かない死角にこびりついた汚れは私たちが取り除くってわけ。おいらちょっと単純に考えすぎてたかも。まあ送別会なんだし、この話題はもうやめよっか。それよりも別の話を。そうだ、これからあんたたちはどうするの？そうそう、さっき審判が終わった時もずっと話を聞く機会がなかったし、場所も場所だったから。なるほど、一番の目的は水人とおしゃべりすることね。でもずっといい機会が見つからないってわけか。フリーナ様に会うには長い列に並ばないといけないって聞いたことがある。今日を逃したらしばらく待たないといけないだろうね。だよな、水人はフォンテーヌで大人気だって前に聞いてるし、直接話すのってやっぱり難しいんだな。ならちょっと特別な方法を試してみるのはどう？例えば正当じゃない手段を取るとか。おお、さすがはスピナディロースらのボス。蛇の道は蛇ってやつだな。それで例えば？歌劇場の出演者に紛れ込んで演劇のクライマックスで急に中止するのは？それで公演が終わった後にフリーナ様と面会できるよう要求するの。続きが気になるフリーナ様はきっと演劇を最後まで見たいと思うはず。そうすれば
こっちの要求に何だって答えてくれるでしょ。もうちょっと現実的な案にしてくれないか。その計画って手間がかかる割に成功するかわからないだろ。劇だって覚えなきゃいけないし。だったら何とかしてフリーナ様のベッドの下に忍び込んで夜中に起こすのはどう？情報を教えてくれないと寝かさないって脅すの。これなら絶対にうまくいくんじゃない？すっごく眠いのに寝かせてくれないなんて状況、仮に私だったら何だってするし。効果のあるなし以前に、そういった状況でどうやって捕まらないかを考えないといけないんじゃないか。ああ、それもそっか。ついうっかり相手の眠気を利用することしか考えてなかったや。まあ冗談はここまでにして、フリーナ様が休む時に隙を見て割り込むくらいならできるんじゃない。特にあんたは今日の法廷でフリーナ様を打ち負かしたでしょ。あんたは民の無実を証明した人物、かたやあの方はリネに濡れ衣を着せるところだった。きっと負い目を感じてると思う。それなら可能性はあるな。つまりあいつが休んでる時間帯を狙って尋ねれば法廷での負い目から断れないってことだろ。じゃあ食事が終わったら早速行ってみようぜ。善は急げって言うしな。あれ、パイモン、もしかして私のフォンタ飲んだ？あ、これってお前のだったのか。いひひひ、悪い、気づかなくって。オイラの近くに置いてあったからつい。もう一杯注文するか。ああ、ううん、もう食事も終わるし大丈夫。でもこのフォンタってやつ、もう注文しない方がいいと思うぞ。なんか味がしょっぱかったし、全然美味しくなかったよな。そう？だったらこのお店のフォンタはブラックリスト入りってことで。みんなお腹いっぱいになった？じゃあ私は会計を済ませてくるから。おお、お腹いっぱいだし、ごちそうさま、ナビア。飛びすぎたぜ。もう飛べないぞ。お前と一緒じゃ普通すぎるだろ。今月の組織の経費はあと。あれ、ナビア、そこで何してるんだ。なんでもない。たかが食事代だし、スピナリロースルにとってビビたるものなんだから。そっか、じゃあオイラたちは水神のところに行ってくるな、ナビア。やっぱりここでお別れなんだ。もしフォンテーヌで何か困ったことがあったら、いつでもスピナディロースラに連絡して。最優先で駆けつけるから。じゃ、全てうまくいくよう祈ってるよ。またね、相棒。またな。属性を見下ろせ。エリニュス島行きの純水船が最終便だったのか。バシェ、回り回ってまたここに戻ってきたな。どうしたんだ旅人。まさかまたあの声が聞こえたのか。脅かすなよ。また昼に出直すか。バシェ、バシェ。おい、なんで先に進むんだよ。
もし飯泉に何か良くないもんでもいたら。ちょっと待った、オイラにも少し聞こえたぞ。このバシェって言ってるやつだよな。旅人止まれって、おいしっかりしろ。激流に飲まれ、無数のかけらが水の流れに溶けてしまったかのよう。もう二度と取り戻せない。地上で過ごしていた日々はどれも大切な思い出だったわ。でもどれだけ失ってしまったのかもはやわからない。人間、そう、私は人間だったわ。人間の形を失ってはいるけど、今もこの意識は人間よ。どうしてこうなったのかはわからない。おぼろげに覚えてるのは、青とピンクが混ざった色の水に包まれて、目の前のすべてがぼんやりとしていったことだけ。はあ、それと様々な場所へ行ったことがあるわ。いろんな冒険が好きだったことも覚えてる。どこへ行ってもバシェはそばにいてくれた。彼がどれだけ私のことを愛していたか知ってたし、私も同じくらい彼を愛してた。でも今はもうあの頃には戻れない。別れの悲しみとはこうも重くのしかかるものだったのね。いいえ、そうじゃないわ。私たちの再会には何の意味もないもの。もう新しい思い出を作れはしない。私の思いはもうあの人にとって無意味なものなの。だからこの思いは永遠に水の底に沈めたままにするわ。もし馬車に会ったらこう伝えてちょうだい。絶対に私のことを探さないで、もう前へ進むべきだと。これが私の唯一の心残りだから。そうかもしれないわね。水に包まれて意識を失いそうになった時、水面越しに馬車の顔を見たの。その目は苦痛と哀戚に満ちていたわ。あの時慰めてあげられたらよかったのに。少なくともその瞬間は苦しみを忘れ、むしろ温かさを感じられたと彼に伝えたかった。あれは溶けたと言うべきなのかしら。私にはある意味解放のように感じられたわ。恐怖もストレスもなく、あるのはただ泣いた水面のように無限に広がる静けさだけ。渇きに慣れた人間が初めて水を飲んだかのように、自分がかつて無限の欲望と焦燥の中を生きていたと気づいたかのように。仲間が呼んでるようね。もうそろそろ行った方がいいわ。さようなら。感じてくれて嬉しかったわ。どうか忘れないで。もし馬車に会ったら、私を探さないでと伝えることを。ああ、
嬢様。こんなに警備ロボを雇うなんて。クロリンデ。クロリンデ、助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前に、どうしてここに現れたのか説明してくれる？私はただ、あなたが近々危険な目に遭うかもしれないと思って、ついてきただけだ。私に黙って後をつけてたってこと？それを普通、尾行って呼ぶんだけど。これはカーレスさんの意思だ。あの人を裏切ることはできない。故に私はあなたを危険から守る。もしあの人がまだ生きていればきっとこうしてただろうからな。あんたがパパのことを語らないで。すみませんお嬢様、私の力が及ばぬばかりに。クロリンデ様、助けていただいたことには感謝を申し上げます。しかしどうかご自身の立場をわきまえていただきたい。不必要に心の傷をえぐることはお互い好ましいものではないはずです。すまない、私はあなたの気持ちを考えていなかった。もういいから。それで他に何を知ってるの？どうして私が危ないって思ったわけ？私の知っている情報はあなたほど多くはないだろう。だが連続少女失踪事件の黒幕は強大な勢力を持っているはずだ。今日のことできっと狙われることになる。ふん、あいつらは前々から私を狙ってたはずよ。むしろ今さら手を出してきたのが不思議なくらい。それでこの警備ロボたちは？これって出立艇の人にしか動かせないと思うけど。先ほどよく見てみたところ、これらの警備ロボには番号がついていなかった。つまり出立艇が法を執行するのに使わす機械ではないということだ。おそらくどこぞの金持ちか権力者が不正な手段で手に入れたのだろう。紙幣としてその力を集めて保有していると思われる。そう、とにかく今のスピナディロースらじゃ勝てない勢力ってことね。でしょ？ああ、くれぐれも気を抜くな。無謀な行動は控えるようにしろ。いずれにせよ私は引き続き調査するつもりよ。真実を白日のもとにさらす、これこそがパパの本当の意志だから。とにかく今日のところはありがとうクロリンデ。ただ今度また何か気になることがあったら先に私に教えて。尾行されるのは好きじゃないから。連中もそう立て続けに手出ししてこないだろう。私ももう後をつけたりはしない。では失礼するよ。はいはい、今日一番のニュースね。それはお嬢様、クロリンデ様の気持ちに嘘偽りはないかと。彼女との関係性を見直すのもいいかもしれません。私だって分かってるけど仕方ないでしょ。だってあの人は、やっと復活したな
いいよ、そんなよそよそしいこと言わないで。それにさっきのが本当の送別会だなんて思ってないから。あんたとの食事はいつだって祝勝会にしたいしね。つまり私たちは今も相棒同士ってわけだから、お礼もいらない。私がお嬢様のような懐の深さを持つにはあと50年はかかるでしょう。仮に私がお嬢様にこうも好意を示されたら、即座にスピナディロースらに入りたいと思うでしょうね。はあ、あんたたち、もう。そういえばナビアはどうしてオイラたちが危険だって気づいたんだ。出てくるタイミングがあまりにも良すぎたけど。それについてはすべてパイモンのおかげね。え、オイラのおかげ？オイラ、いつの間にか役に立ってたのか。おお、オイラってそんなにすごかったんだな。あんたが間違って私の飲み物を飲んだからよ。どういう意味だ？あんたたちと別れた後、フォンテーヌ邸にあるスピナディローズらの拠点に一人帰る途中でふと思い出したの。あんたこう言ってたでしょ？なんか味がしょっぱかったし全然美味しくなかったよなって。フォンタは甘い飲み物のはず、しょっぱいわけがない。しかもあれは色も少し妙だった。つまりあのフォンタには原始大海の水が入ってたってことか？そう、だからあんたがその飲み物を飲んでくれてなかったら、私は今頃ボスを助けてくださったあなたたちに、スピナディロースらは最高の栄誉勲章を授ける準備をしております。そんなのがあるのか？ホテルデュボールに手がかりがないか人を送って調べさせたけど、連中は何の痕跡も残してなかった。だからあんたたちにも危害が及ぶんじゃないかと思ってね、すぐにこいつらと来たってわけ。あの連中、オイラたちまで消そうとしたってことか。ただリネのために弁護して冤罪を晴らしてやっただけなのに。となるとこれでオイラたちも完全に巻き込まれたってわけだな。まあ連中からしたら、あんたたちは自慢の計画を潰しただけでなく、致命的な手がかりもつかむ寸前だったからね。ところであんたたち、原始大海の水を飲んで何の異常もなかった？そういえば旅人もさっき理由もなく気絶したわけじゃないよな。しかもまたバシェって呼ぶ声を聞いたんだろ？あ、そうそう、それに今回はオイラもその声をちょっとだけ聞いたんだ。つまりさっきの状況は原始大海の水と関係してる？じゃあフォンテーヌ人以外が原始大海の水を飲んだら水元素の感知力が上がるってことか？悪いことじゃなさそうに聞こえるけど。情報？気絶した時にか？教えてくれる？なるほど、確かに重要そうな情報ね。バシェ、聞いたことのない名前ね。ここ最近証人として出廷したこともないと思う。でも少女の溶ける瞬間を彼が目撃してたのなら、少なくともそのバシェって人は事件現場にいたことになる。なのにその人は事件について何の情報も提供してない。私たちだって人間が原始大海の水に溶けるなんて知ったのは最近だし、もしか、うん、サンキュー。今の状況から見てその情報はとても重要になるはず。引き続きこっちで調査してみるよ。え、それってつまりあんたたちも一緒に調査してくれるってこと？送別会はしてないって言ってただろ。ならオイラたちはまだ相棒同士ってことだよな。それに巻き込まれた以上、オイラたちに悪さをする奴らを旅人が放っておくわけないしな。ナビアお嬢様、いくら嬉しくとも少しは表情をコントロールされた方がよろしいかと。
何しろあなたはスピナディロースらの顔なのですから。こら余計なこと言うんじゃないの。じゃあ一緒にフォンテーヌ邸の拠点に帰りましょう。宿の手配もするから。それと計画も練らないとね。相棒としてお互いの理解を深める必要もあるし。うん、とりあえず一つずつやっていこっか。安心してくれ、私たちがいれば拠点は絶対に安全だからな。この先なんだけど、その前に尾行してるやつがいないか確認しときましょう。ずっと周囲に目を配っていましたので、ご安心を。この道中、怪しいものは見かけませんでした。そう、ならよかった。でも、油断は禁物だからね。では、私は二人の気品のために、先に部屋を用意してまいります。ありがとう、マルシラック。さあ、旅人、私たちも行きましょう。ついてこいなんて言ってないよ。属性を見下ろさん。遅い。風よ。お二人の部屋をご用意しました。今のスピナディロースらが用意できる中で最高の部屋となります。最近スピナディロースらは懐が寂しくってね。何分うちはモラルや法律に反する高い利益を得る商売が禁止されてるから。それどころか資金の大半は支持してくれてる人の援助で成り立ってるの。みんな大変そうだな。でも人から支持されてるってことはその分やりがいもあるってことだろ。実はパパがスピナディロースらを管理してた数年前の方が懐具合は今よりずっと良くって、だからこれは私の力不足のせいなの。ってことはお前のお父さんってスピナディロースらの元ボスだったんだな。そいつはどうして。ナビアお嬢様、ここは私が説明しましょう。ううん、今さらこの話から逃げるつもりはないから大丈夫。それに相棒には知っておいてほしいことだし、私に話させて。私のパパはカーレスっていうの。今は町で不義のカーレスって呼ばれてる人よ。パパは3年前自分の友人を殺害した罪でその容疑者になってね。しかも審判を拒否して最後には決闘場で命を落としたの。そんな。でも私はパパが人を殺したなんて信じてない。この裏には絶対に何かが隠されてると思う。当時パパが審判を受けてさえいれば公的な調査がされたのに。そうすればきっと証拠だって見つかってその結託を証明できたはず。なのにどうしてかパパは決闘を申し出た。しかも聞いた話ではパパは決闘中に重傷を負ったって。明らかに負けと判断される状況だったのに投降を拒んで決闘場で死ぬことを選んだみたい。あれから3年が経った今でもその理由はわからないままなの。
あんな風に死んだら、それこそ自分の名誉を守る機会を失うのに。今回の一件で最も関係がありそうなのは、パパもあの時ちょうど連続少女失踪事件を調べてたこと。あ、だからお前もずっと連続少女失踪事件を調べてるんだな。そういうこと。それと私もパパが容疑者になった殺人事件を調べたんだけど、記録やら資料やらいろんなものを何度も調べたから、もう新しい手がかりは出てこないと思う。でもその件が連続少女失踪事件の背後にある組織と関係してるなら、連中はきっと何か知ってるに違いない。パパは脅迫されたのか、それとも罠にはめられたのか。たとえ本当に人を殺めていたとしても、私は必ず真実を突き止めてみせる。はぁ、パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に話してくれなかった。ママが私を産んだ時、難産で死んだこともずっと私に黙ってたし、まさかパパの死まで私が調べなきゃならないなんてね。本当に世話が焼けるんだから、パパは。お嬢様、私にできることがありましたら何なりとお申し付けください。カーレス様もお嬢様も私が最も尊敬するお方です。私もカーレス様が殺人を犯すなど信じていません。カーレス様は生前善行をあんなにも積まれていました。それなのに、かの殺人事件が起きた途端、不義のカーレスと呼ばれ、スピナディ・ロースらを支持する者は大幅に減少、財務状況も今や火の車となりました。でも普通は最初みんな疑問に思うはずだよな。カーレスって普段はいいやつだったんだろ。人々はこういうドラマが好きだから。フォンテーヌ人だけじゃなく、どこの人間だって同じでしょ。悪人が改心して正しい道に戻るのを見るのが好きだし、善人が道を踏み外して谷底に落ちるのを見るのも好き。そんな、もしカーレスが濡れ衣を着せられたんなら絶対真実を突き止めないと。じゃなきゃこんなの辛すぎるぞ。あともう一つ、カーレス様の当時の決闘相手はあのクロリンデ様でした。え、あいつが？じゃあカーレスはクロリンデとの決闘で死んだってことか。だよな。確かにそう簡単に吹っ切れることじゃないし。クロリンデ様は決闘者の誇りを大切にしています。ですから相手が投降しない限り、彼女も手を止めることはできませんでした。それにクロリンデ様はカーレス様ともともとお知り合いで、彼女はあの方のことをとても尊敬していらっしゃいました。そんな間柄のカーレス様が決闘で揺るぎない決心を見せれば、クロリンデ様もそうする他になかったのでしょう。何も彼女の気持ちがわからないわけじゃないよ。ただやっぱり心の整理ができなくて。わかるぞナビア。あんまり無理しなくていいからな。後日クロリンデ様から聞いたのですが、決闘が始まる前にカーレス様はこうおっしゃったそうです。ナビアお嬢様の面倒を見てくれと。私たちもそう考えております。はあ、自分を殺した人に私のことを頼むなんて、あのバカ親父、どうやったらそんな考えになるの。まあとにかくこれが相棒としてあんたに伝えておきたかったこと。愚痴をこぼすような感じになっちゃったからちょっと照れくさいけど。うん、あんたたちは先に部屋に戻って休んでちょうだい。今日は本当にいろいろあったからね。だな、すっごく疲れたぞ。安心して休んでくれ。今夜は私がここで二人の安全を守ろう。
れ、なんでナビアが？お前の部下たちはどうしたんだ？先にポワ村長に帰らせたよ。そこがスピナディロースらが発足した地で本拠地なの。ここじゃしばらく手伝ってもらうことがないからね。ただ単に一緒にいると騒がしいから追っ払っただけだろう。ところでお前はいつ来たんだ？ずっとここで待ってたんじゃないよな？ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。昨日の夜は馬車の名前についてまず調べてたの。まさか徹夜したのか？だってこんな重要な情報を掴んだんだし寝れるわけないでしょ。うぐおいらさっきこっそり寝れたとか言っちゃったぜ。でも残念なことにこの名前はまるで存在自体が消されてるかのようにどこを調べても出てこなかった。足がつかないように黒幕がすでに手を回したんでしょうね。でも逆にこれは馬車が重要な証人である裏付けにもなる。じゃあ次はどうするんだ？もう手遅れってことか？いや、希望はまだある。彼らが手を回そうにも届かない場所があるからね。最高審判官のヌビレットさんが保管する資料。ここ数年の事件の詳細を全て網羅したファイルよ。もしあんたが見たっていう例の純粋精霊がここ数年で失踪した少女なら関連する情報が必ず見つかると思う。さすが最高審判官なだけあるな。真面目に仕事してて事件の資料もちゃんと整理してるってことか。じゃあ早速ヌビレットを探しに行こうぜ。お、どうしたんだよナビア、まさか眠くなったのか？大丈夫、行きましょう。あの最高審判官に会いに。この先がパレメルモニアよ。さあ行きましょう。お待ちください。どういったご用件でしょう？最高審判官は現在公務中です。うん、やっぱり警備が厳重だな。ヌビレットのところにある資料は絶対に安全ってわけか。あれ、私たちの顔に見覚えないの？どちら様でしょう？先に言っておきますが、ここは身分や血縁などのコネで通れるところではありません。ルールは絶対となります。うん、見ての通り何があっても安全。確かにそうみたいだな。私をからかいに来たのならもうお帰りください。お互い時間を無駄にしたくないでしょう。まあまあ、私たち先日の大魔術師リネの事件で法廷に立ってたんだけど知らない？ああ、そういえば見覚えがあります。スチームバード新聞の記事で見ましたよ。そちらはリネの弁護人ですね。ええ、思い出しました。そうそう、それで今日はその事件の報告と資料の記録に来たの。え、そんな予定入ってましたっけ？入ってるって心配しないで、こっちは仕事で来てるんだからそう警戒しないでちょうだい。ええ、そうですか。わかりました。お入りください。ヌビレット様は中にいらっしゃいます。どうもー。どうぞ。
ごめん、ヌビレット。オイラたち、入り口で止められて、警備の人に嘘をついて入ってきたんだけど。問題ない。要件を言うといい。え？オイラたちを責めないのか？一つ、名前を調べてほしいの。バシェって言うんだけど、連続少女失踪事件の目撃者かもしれなくて、とても重要な手がかりなの。うん、わかった。資料を見てこよう。少し待っていてくれ。ヌビレットって案外話のわかるやつなんだな。残念ながら、ここ数年の事件でバシェという名に関連したものはないと断言できる。私の資料にも、私の記憶にもね。まさかあの時のはただの気絶で夢を見てただけってことか？そう、わかった。ありがとう、ヌビレットさん。それじゃ帰りましょう。ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父カーレスさんはとても優秀な御人だった。彼が見まかられたのは実に残念なことだ。ヌビレットさん、それってどういうつもり？同情？慰め？それともあんたの言う残念？いや、どれも違うでしょ。私にはわかる。あんたの言葉には何の感情もない。ただこういう時にはこう言うべきだって思っただけ。まるであの時と同じ。パパが決闘場に上がり、私が守衛を押しのけてここにいるあんたに会いに来た時とね。あんたも言ってたでしょ、事件に妙な点があるって。それなのに決闘を黙って許可した。命の価値はあんたの手にある感情のない規則や法律と比べてちっぽけなもの。あんたの目にはそう映ってるんでしょ。もし本当にパパの死を残念に思うのなら、どうしてあの時パパを止めなかったの？どうして私に止める権利をくれなかったわけ？なんで、なんでパパに汚名を着せたまま死なせたの？あともうちょっと踏ん張ってれば全てを逆転できたかもしれないのに。まだたくさん話したいことがあった。まだ教えてもらってないことがたくさんあったのに。もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て、本当の残念ってのがどういう感情か教えてあげる。申し訳ない、ナビアさん。やっぱりあんたも同じ。パパと同じなんだ。いろんなことをいつも心に抱えてるのに誰にも打ち明けない。その胸は多くを感じてるのにそれを伝えようともしない。もういい。どうせ最高審判官の冷徹さは誰もが知ってることだから。どうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅人パイモン。大丈夫。あれ、雨が降ってる。中に入るまで晴れてたよな。それに今日は審判をするような事件もないのに、なんかおかしくないか？
確かパパの事件があった日も大雨だった。どうした？何か引っかかるのか？外、雨の当たる場所だったよ。もしかして雨で手がかりが流されたって言いたいの？うん、私も当時そう思った。だから捜査範囲を広めてみたけど、雨水の影響を受けたような手がかりは見つからなかったよ。え？あ、まさか真犯人は水になったってことか？雨の日だったからそれで痕跡が何も残らなかった？確かに、もしそうだとしたら、お前のお父さんがどんなに説明しても当時の人たちは誰も信じてくれなかっただろうな。相棒、あんたって本当に天才！そういうことだったのね。どうしてもっと早くそれに気づかなかったの？ボア村長へ行きましょう。この線で当時の殺人事件を調べ直したら何かわかるかも。うん、今回はオイラたちもついてるからきっと進展があるはずだぞ。じゃあ今すぐ一緒に来てくれる？それとも後で合流する？わかった。それじゃあポア村長で待ってるね。かもしれないけど、これこそ我らがスピナディロースらの本拠地なの。こんな風になったのはパパの個人的な趣味なんだけど、ま、センスだけは私と似てたみたい。この華やかな巨大船は航海、航期、征服、野望を意味してるの。スピナディロースらの明るい未来を象徴してるってわけ。最初スピナディロースらの輝かしい過去を語ってた時はホラでも吹いてるのかと思ってたぞ。だって輝かしい過去を持つギャングが地下水路に住んでるわけないだろ。けどこのでかい船を見てお前らのあの言葉にも説得力が増してきたぜ。ボア村長こそスピナディロースらのルーツであり、私たちはみんなここから外に出たんだ。属性を見下ろせ。マルシラック、ただいま。お待ちしておりました、お嬢様。そして大事な相棒も。フォンテーヌ邸に用事があるとおっしゃっていましたが、どうしてまたこんなに早くポア村長に？それがね、相棒が素晴らしいヒントをくれたのよ。パパの過去の事件が原始大海の水と関係してるかもしれないってね。覚えてる？マルシラック、あの日は雨の降る夜だったでしょ。はい、リネ様の状況と似ていてどちらも不可能な事件でした。過去に何があったんだ？うん、何年も前のことなんだけど、ロシっていうのがポア村長で流行ったの。一見ただの飲み物なんだけど、
人が飲むと気分が高揚してね。愉快な幻覚がたくさん見えるようになるらしいの。ちょっと待った。確か水になったあの警察隊員も原始大会の水で薬が作れるって言ってたよな。そうね。今になって考えればロシの原材料は原始大会の水だった可能性が高いと思う。そして長期的にそれを飲むと副作用が出るの。例えば集中力の低下や情緒が不安定になるとかね。逆に飲むのをやめれば倦怠感が一日中続いて理由もなく焦燥感を覚えるようになるみたい。まさに百害あって一利なしってやつね。ポア村長を管理してたパパはもちろんこれを黙って見過ごさなかった。そしてロシを全面的に禁止したの。ボスの強硬な姿勢は売人の恨みを買いました。ですが脅迫や賄賂を前にしてもボスは一歩も譲らなかったのです。それどころかボスはロシの製造者を特定し根本からこの件の解決を図ろうとしました。そう。でも相手は狡猾なやつでね。売人はブツを売るだけでその裏に誰がいるのかとかは一切知らなかったの。そこでパパは長期的な計画を練ることにした。秘密裏に売人と連絡してついにそのうちの一人を口説き落としてね、内通者になってもらったの。その人の名前はジャック。ロシのせいでバラバラになった家族をたくさん見てきて負い目を感じてたみたい。ある夜パパは郊外の荘園でパーティーを開き、そこでジャックと情報を交換しようとした。けど庭から2発の銃声が響いたの。それを聞いて私たちが駆けつけるとそこには銃を持ったパパと撃たれて死んだジャックしかいなかった。え？なんでだよ。だって2人は手を組んでたんだろ。リネの事件と似てるでしょ。犯人に疑いの余地はなく、いくら考えても犯行の動機が見えてこない。でも当時はスルーしちゃってたけど、今になって思い返すと重要な手がかりがそこにはあった。リネの裁判同様、現場に残された服がね。そう、あんたのヒントのおかげだよ。あの服はジャックが気づかれないよう変装するための道具だと思ってたけど、今考えるとこれは現場に第三者がいた可能性を示唆してる。それに銃声が2回鳴った理由も改めて考えてみないとね。うん、未解決事件ではあるけど今なら新たな進展を望めるはず。このまま一気に真実にたどり着けるって私の直感がそう言ってるよ。ジャックは生前温厚な性格で自身の行いを何度も懺悔していました。突然裏切るという可能性は低いでしょう。第三者に関する手がかりは真実にたどり着く鍵になるかもしれません。しかし水を差すようで申し訳ありませんが、ボスとお嬢様の執事である私からいささか進言したいことがあります。相手は残忍な手段も厭わない難敵です。ボスはその長年の対立により命を落とされました。スピナリーロースが衰退した今、ポア村長はようやく得難い安寧を手に入れ、私たちも消されずに済みました。ボスと同じ鉄を踏む必要はありません。ここは賢明なご判断を。これはボスの望みでもあります。それがパパの望みなら本人の口から直接言ってほしかったよ。パパと一番関係が深いのは私のはずなのに、まるで私だけが輪の外にいるみたい。謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味があった？それで何を守れたっていうの？ロシもフギのカーレスも虫の息になったスピナディロースらだってそのまんま、何も変わってない。私がそんな無意味な死を受け入れて無意味な一生を過ごすことに甘んじるとでも思ったわけ？あの日からそうしようと思ったことなんてない、一度たりとも。私は全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。失踪者にも被害者にも私自身にもね。ナビア。確かに今はこれ以上ない機会でしょう。
お嬢様の相棒もとても頼りになるお方です。そして何よりお嬢様も覚悟が決まっているようにお見受けいたします。やっぱり何か知ってるのね、マルシラック。はい、実はあのパーティーが始まる前にボスはすでにロシと連続少女失踪事件のつながりについて存じていました。そして両者の対立を一気に加速させたのが、お嬢様、あなたが連続少女失踪事件のターゲットに選ばれたことです。え？ボスはとても珍しい病気にかかっていました。きっとそれもお嬢様にはお伝えしていなかったことでしょう。しかも余命5年足らずとそう医者に宣告されていました。そんなボスにとって連続少女失踪事件は強い焦燥感を与えたのです。この長く続く争いを解決するには5年では到底足りません。もしボスが病死すればお嬢様は危険にさらされることになります。ですからボスは相手の行動を牽制するために手にある情報を利用することにしました。ボスは重要な犯罪の証拠を握っていると先方に告げ、その情報をスピナディ・ロースらの一部の人間に伝えると、お嬢様が無事である限りその証拠は公にしないと約束したのです。そしてもしお嬢様が失踪すればボス、もしくはその秘密を知る人間がすぐにロシと失踪事件について暴露するように手配しました。つまり痛み分けってことか。事実その牽制が効いているのは証明されています。ボスが亡くなった今も相手はお嬢様に手を出してきていません。信じらんない。だってあのパパが病気だなんてそんな風には見えなかった。衰弱し息も怠惰となった姿を見せたがる親などいません。特にボスの性格であればなおさらです。ボスにとって決闘で死んで不義の名を背負うことになろうとも、娘の前で格好がつかないことよりマシだったのでしょう。そんな、私を守るために黙って死ぬことを選んだの？お嬢様、あなたはずっと誤解されていたかもしれません。ボスが渡したかったのは傘ではなく剣なのです。事件に巻き込まれた全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。もしそれをボスが聞いていたら、きっと胸をなで下ろしていたことでしょう。あのバカ親父、一体どんだけ回りくどけや気が済むの。いや、むしろ私が理解できる日をその目で見ること自体元から期待してなかったんだ。だからこんな手の込んだ準備をしたんでしょう。そんなに私のことを信頼してるの？もし私がここまでたどり着けなかったらどうするのよ。うん、そうかもね。パパの考えでは私が望めば不甲斐ないまま一生を過ごすことができた。でも幸いパパは私と心から話し合ったことがほとんどなかった。つまり私のことを分かってなかったのよ。ま、これに関してはパパの取り越し苦労ってやつかしら。で、マルシラック、その肝心な証拠って何なの？ロシの製造場所です。つまり相手の本拠地となります。かつてボスが交換条件を突きつけた時、この切り札の中身までは相手に明かしていませんでした。しかしたとえお嬢様がこの切り札を使うにしても、ある大きなデメリットが伴います。どうしてだよ。場所が分かったならあとは乗り込めばいいだけだろ。私たちの敵は数十年も続く危険で謎に満ちた組織ということを忘れないでください。私たちは相手の本拠地の状況について何も知りません。調査でどれほどの手がかりが見つかるかも、どんな人物を捕らえることになるかも不明です。さらに一度乗り込んでしまえば、それは相手に宣戦布告をしたも同然となります。最悪のケースは収穫が何も望めぬどころか、ボスが最も忌避していた状況を早々に迎える可能性だってあるでしょう。じゃ
と協力したらいいんじゃないか。リネ様の裁判であの警察隊員をご覧になったでしょう。公的機関のどこにまで手が伸びているか分かりません。確かにパパも当時どうしようもなかったのかもしれない。でも今は状況が違うでしょ。違法薬物と失踪した少女が結びつけられたことで相手の犯行を証明しやすくなった。いろんな可能性を考えてるんだなお前。はい、私はボスとお嬢様の執事ですから、お二人の意思は私の意思でもあります。お嬢様のために全てのリスクを背負う覚悟はできております。ですが残念なことに私の力不足は否めません。秘密を守りつつ基本的な調査をして機が熟すのを待つことしかできませんでした。マルシラック、ありがとう、そう言ってくれて。ここ数年で何か収穫はあった？そうですね、これまで得た情報から推測するに、黒幕はスピナディ・ロースラをよく知る人物、またはスピナディ・ロースラにスパイを送り込んでいる可能性があります。お嬢様の代わりに私が日々の指示を出すとき、わざと一部のものを覗くようにしてきました。そしてそれに合わせて私はロシの売人の動向を観察してきたのです。もし売人がこちらの動きを知らないようであれば、その時に指示を受けていた者は白、逆に知っていればその中にスパイがいるというわけです。それを繰り返して容疑者を狭めていき、手がかりに沿って調査したところ、この方法で容疑者を3人にまで絞りました。1人はスピナディ・ロースラの参謀フローレント様です。え、彼が？はい、信じられないのも無理はありません。あの方はボスが最も信頼していた腹心の一人でしたからね。しかし言い換えれば、彼はボスのことを最も知る人物でもあります。その身分を利用することでスピナディ・ロースらの動向を真っ先に知ることができます。我々の組織の中でもうまく立ち回れるでしょう。彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。カブリエール商会の会長マーセル様です。マーセルおじさんが。ポアソン町にある地元の商会でボスが支援していました。最初は背取りのみで商売をしていましたが、今やその潤沢な資金により都市部にまで手を広げています。つまりスピナディ・ロースラの姉妹組織みたいなもんか。そんなところね。ロシの問題をどうにかしようとしてた時、彼らは資金と商業面でかなりの支援をしてくれたの。でも自分で自分の首を絞めるようなことする？ありえない気がするけど。最後の一人はスピナディ・ロースラとフォンテーヌ警察隊の公的な連絡窓口を担当するティエリー様です。スピナディ・ロースラは大半の行動に制限はありません。しかし報告しなければ行えないものも少なからず存在します。彼なら報告の内容からスピナディ・ロースラの動向を知ることができるでしょう。つまり常に先回りできるのです。なるほど、いずれも普段から私と付き合いのある人たちってことね。信じらんない、長いこと追ってきた宿敵がこんなにも近くに潜んでたなんて。しかも一度たりとも疑ったことない人が。彼らを調べるときはくれぐれも悟られないようにご注意ください。過去の経験から見てその人物は非常に慎重ですから。わかった、こんなにたくさん情報を集めてくれてありがとう、マルシラック。とんでもございません、これこそ私の責務ですから。それとボスの汚名を返上するのならジャックの死因も避けては通れません。彼の死後その家族の世話はスピナディ・ロースらがしてきました。今もポアソン町に住んでいます。必要であれば彼らのところまでご案内しましょう。ひひ、助かるぜ、お前って頼りになるな。また事件の調査ね、相棒。さあ真実を突き止めてやりましょう。私たちが協力すればこの全てに終止符が打てるはずよ。
それでは皆さん、私はこれで失礼します。ごゆっくりお話しください。案内してくれてありがとう、マルシラック。ご用件は？おい、ナビアのやつ、なんで黙ってるんだ？らしくないよな。今さら来て、ごめんなさい。あの件があってから、どう向き合えばいいのかわからなくて。そのことなら、もう謝る必要はないわ。夫が死んでから、スピナディ・ロースラは見舞い品とモラをたくさん送ってくれたじゃない。償いの気持ちはちゃんと伝わってるから。でもそれはジャックさんの死と比べたら取るに足らないものでしょ。私にはわかるの、不可解な事件のせいで父親を亡くした気持ちが。分かってない。どう向き合えばいいかわからないって言ったのは、ふさわしい見舞い品を渡せそうになかったからなの。だってあんたたちの、それに私の胸の使いを取ってくれるものは事件の真相だけでしょ。うん。ごめんなさい、あなたにそこまで言わせるなんて。そんなに罪の意識を持つ必要なんてないのよ。夫が遭遇したことについて私もこの子もある程度の予想がついてるの。ねえ、あんたたちの知ってることを教えてくれない？パパがジャックさんを撃つなんて、私には信じられないの。ええ、夫の稼いだお金が真っ当なものじゃないってことは分かってたわ。あの人は何度もこう言ってたもの。もし戻れるならこの道を絶対選ばなかったって。夫はとても後悔してた。家庭という言葉をちゃんと理解していなかった。モラさえあれば何でも手に入ると思ってたってね。だからカーレスさんが訪ねてきた時、夫は二つ返事で引き受けたの。でもどんなに用心を重ねても結局は上の人間に気づかれてしまったわ。正体がバレたってこと？パパはそんなこと言ってなかった。パパが言ってたのは、恩をあだで返してはいけないってことだけ。あの日、夫は出かける前に他に選択肢はないと言ってたわ。後になって気づいたけど、それが夫と交わした最後の会話だった。本当のことはわからないけど、私の中ではそれが答えだと思ってる。だから負い目を感じるべきなのは私の方なの。昔も今もカーレスさんにはずっとお世話になってきたのに、夫を撃った時もきっと正当防衛だったんだと思うわ。だからあの人を憎むことなんてできないの。ねえ、パパはいいことをしようとしたんだよね。どうして悪者扱いされてるの？いい人になろうとしたのに、どうして最後は悪いことをしなくちゃいけなかったの？聞いて、真実はそうじゃないかもしれないの。あんたはパパがいい人だってそう思ってるのよね。うん、パパはいい人だよ。世界で一番優しいの。じゃあそれを疑うことなく信じてあげて。いい人が悪いことをしたんなら、その裏にはきっと意味があるから。彼があんたに残したのが傘であっても剣であっても、それはあんたに生きてほしいと願って残したものなの。うん。教えてくれてありがとう。必ず真実を突き止めてみせるよ。目の前の現実に私は甘んじるつもりはないから。ええ、こちらこそありがとう。そう言ってもらえて安心したわ。あなたの性格はカーレスさんと全く違うけど、あなたたちが口にする決意は本当に似てるわね。そう？そんなこと初めて言われたけど。ナビア、大丈夫か？
私のことは気にしないで。こんにちは。何かご用ですか、ボス。歌劇場で事件があったのを聞いたでしょ。あの審判の場で水になった人がいるの。ええ、そのような大事件には記者が一斉に飛びつきます。噂もすぐに広まりましたよ。でね、思い出したの。パパの事件があった日、外は雨が降ってて、現場には服が残ってたこと。相棒が助言してくれてね、パパの事件をもう一度洗ってみる必要があると思ってるの。あの夜、何があったのか思い出してみてくれない？そうですね。あの日、カーレスさんはすごく喜んでいました。テーブルの横で私たちと飲みながらおしゃべりしていたのを覚えています。その後、カーレスさんは風に当たってくると言って外に行かれました。その時はあまり気に留めなかったのですが、突然外から銃声が2回も聞こえてきて、最初はカーレスさんが襲われたと思い、私はホルスターを持って外に飛び出しました。ただ、駆けつけた時にはすでに手遅れで、カーレスさんは人を撃ち殺していたのです。私たちはどうしていいかわからず、その場で呆然としてました。銃声が2回。確かにそうだったんだね。はい。警察隊の話によると、一発目は外れて、二発目が当たったそうです。ただ、それは少し妙だと思いました。何せカーレスさんの銃はテーブルの上に置いてありましたから、外へ出る前にわざわざ確認したんです。ですが、警察隊員はカーレスさんが他の銃を持っていた可能性もあると言ってました。先ほど、現場に服が残っていたと言っていましたが、それはつまり、現場には溶けた第三者がいたということですか。少なくとも私たちの立場から見ると、パパは人を殺してない。だから2丁目の銃を持つ必要だってないの。その銃はジャックのものか、あるいは第三者のものでしょうね。はい、確かに理にはかなっています。つまりカーレスさんが最後に持っていた銃は奪ったものと言いたいのですね。しかし、それも違うでしょう。もし事実に反していたのなら、どうしてカーレスさんは私たちに教えてくれなかったのですか。それに、あの人は審判ではなく、決闘で名誉を証明する道を選びました。仮に目の前で人が水になるのを見たとして、なぜカーレスさんは審判では無罪が望めないと思ったのでしょう。それについては、マルシラックから教えてもらった。パパがあの時どんな気持ちだったのかはもう分かったよ。真実にたどり着いたら、あんたにも教えてあげるね。ありがとうございます。カーレスさんの名誉は任せましたよ、ボス。実を言うと、不義のカーレスという名は、棘のようにずっと心に刺さったままだったのです。事件から数年間が経った今も、私はカーレスさんと呼び続けています。ですが、固執しすぎだと多くの人に笑われてきました。しかし、カーレスさんの信頼がなければ、私は今のような生活を送れていません。スピナディロースらでの地位も、他人にどう言われようと、カーレスさんはいつだって私の最も尊敬する人物、永遠に私のボスなのです。安心して。きっと真実は明らかになるから。あんただけじゃない。スピナディロースらの他の兄弟たちも、みんな決着を待ち望んでる。おや、ナビア城じゃないか。これはこれはどういう風の吹き回しだ。最近歌劇場で大活躍して、みんなに深い印象を残したって聞いたぜ。なんだ、ずいぶんと耳が早いじゃん。俺も一応警察隊の一員だからな。それにしても、なんだその言い方。
まるで俺が何かやらかしたせいでポア村長に厄介払いの出向をさせられてるみたいじゃないか。そいつはどうだろうね。何か特別な事情でもなきゃあんたの職場はとっくにここに戻ってるはずでしょ。別に戻ろうと思えばいつだって戻れるのさ。けどなんつうかポア村長には不思議な味ってもんがあるだろ。カーレスさんはポア村長を実によく管理してたんだぜ。スピナディロースらをそつなく運営してた上に俺が処理するはずだった面倒事もいろいろと減らしてくれた。それなのにここで帰ったらこんな楽に給料がもらえる職務を放棄することになるんだぞ。まあ雑談はここまでにして、そっちの二人はお前の友達かい？俺に何か用か？うん、こいつらは私の相棒でね。歌劇場の事件のことがあってからあれがパパの件と関係してるんじゃないかって思うようになったの。だから今パパの件を調べ直しててね。おお、そうだったのか。人が解けるってやつだよな。最初にこれを聞いた時は俺もかなり驚いたよ。もし当時の資料が欲しけりゃ何とかしてやろう。あんがと。あ、そうだ、あんた警察隊の警備ロボって動かせる？そりゃもちろんさ。ポア村長はでっかいからな。俺一人で手が回るはずもないだろ。なんでまたそんなこと聞くんだ。もし暴力に訴えて証拠を探そうってんなら俺は認めないぞ。いや、実はさ、つい最近街で警備ロボの集団に襲われたんだよ。しかも番号のついてない奴らにね。ね、考えてみたの。あんたが私に手を出したんなら警備ロボの番号を消せばやれちゃう話だなって、そんなこと思っちゃったりして。違う？俺を誰だと思ってるんだ。そんな大層なことできやしないさ。動かせることと完全にコントロールできることは全くわけが違うからな。そうだな、例えるならシェフに料理を注文したら料理を作ってくれるだろ。でも肩を揉んだり井戸から水を汲んだりって注文には答えてくれない。そんなデタラメな要求をしたところでシェフに変人だと思われるだけだ。相手にされない。警備ロボの場合も似たようなもんさ。だいたいお前が言った番号を消すのだって実際にやるとなるとかなり面倒なんだぜ。しかも見ただけで簡単にバレる。つまりお前らの言ってる警備ロボは個人が所有してるもんだって断言できる。しかしあれはかなり高いからな。個人で所有するとなるとかなりの金持ちか権力者に限られる。あ、ロシの商売をしてるやつだったら確かにモラをたんまりと持ってるか。なるほどね。じゃあ私がここに宣言してあげる。あんたの容疑は晴れたってね。おっと、これはこれはナビア嬢に感謝しないとね。さて、冗談もここら辺にして調査がうまくいくことを祈ってるぞ。俺はまだしばらく町にいる。もし警察隊の支援が必要になったらいつでも俺のところに来てくれ。ついてこいなんて言ってないよ。天へと前。こんにちは。本日はどういったご用件でしょう？マーセル会長と話したいから取り次いでくれる？ナビアが来たって伝えて。かしこまりました。少々お待ちください。どうもどうも、すまんな、待たせてしまって。年を取ったせいか足があまり言うことを聞かなくて。大丈夫、そう慌てなくてもいいって。歌劇場での出来事についてあんたと少し話したいの。あんた全部見てたでしょ？ええ、まったく、あれほど常軌を逸した場面など見たことない。あの時
お前も歌劇場にいたのか？ああ、私はナビアと共にあのマジックショーを見に行っててな。まさかあんなことが起こるとは思わなかったが、君たちの素晴らしい推理も見させてもらったよ。実に見事なものだった。あの場所で水神様を論破するとは。今フォンテーヌ中の人間が君たちを話題に酒を飲んでることだろう。おい、なんかおつまみにされてるみたいで素直に喜べないな。すまんすまん。フォンテーヌとはこのような場所でな。仕方あるまい。みなお祭り騒ぎが大好きなのだ。どうか気になさらないでくれ。マーセルおじさん、あんたも気づいたよね。人が解けたことにどんな意味があるのか。ああ、私はその場ですぐカーレスさんのことを思い出したよ。君たちは今あの事件の調査をしているのだな。ええ、証拠はまだあんまりつかめてないけど、相手が動き出したってことは間違いない。うん。というと？私に原始大海の水を飲ませようとした連中がいたんだよ。それにエリニュス島で番号のない警備ロボに襲われてね。もし相棒がいてくれなかったら、今頃こうやってあんたに会うこともできなかった。そうかしこまるなって。それにお前だってオイラたちを守ってくれただろ。はあ、ことが複雑になり始めているようだな。どうやらカーレスさんが望んでいた平和ももはや破綻寸前らしい。だが安心してくれナビア、少なくともポア村長はまだ安全だ。まずはそこに身を隠すといい。あそこにまで手を出そうとする輩がいたら、カブリエル商会が全財産を投げ打ってでも最後まで戦おう。あんがとう、マーセルおじさん。でももう隠れるつもりはないの。この勢いに乗じて畳みかけようと思っててね。で、昔のあの事件のことなんだけどさ、なんか新しく気づいたことってある？それについては、すまない。年を取ってから記憶力が悪くなる一方でな、思い出すのも一苦労なんだ。確か当時パーティーを主催したのは私たちだった。だが私はずっとパーティーの事務で忙しくてな、客人と一杯楽しむ暇すらなかった。そうこうしていると例の銃声が聞こえたんだ。その後のことは君も全部知ってるだろう。うん、もう大丈夫、無理しないで。他にも手がかりがないかよそでも聞いてみるから。ああ、もしモラが必要になったら遠慮なく私に言ってくれ。私の財産は全てカーレスさんの恩恵によるものだ。彼の名誉を挽回できるのならいくらでもモラを捧げよう。天へと前。これで可能性のある容疑者3人と接触できたね。今の状況から見るに、みんな、いたって普通だったな。ま、これも想定内ってとこかな。だって、たった一度の会話で尻尾をつかめるほど甘い連中だったら、パパが何年もかけて調査することもなかったでしょ。とにかく、情報は少ないけど、一旦整理してみよっか。どこから始めればいいんだ？ああ、そうそう。さっき、フローレントが言ってたように、カーレスが最初に銃を撃ったやつじゃないってのには、オイラも同意だな。ジャックの家族の話によると、彼は家を出るとき、もう正体がバレてるから他に選択肢はないって言ってたらしいね。私が思うに、パパを殺さないと、自分と家族が全員死ぬことになるって。上の連中に脅されてたんじゃない？じゃあ最初に銃を撃ったのはジャックってことか？へえ、どうして？
自分が人殺しの道具として利用されてるのはジャックだって気づいてたはずだ。もし道具がその役目を終えたら使い道がなくなって、うん、つまりジャックのその時取った行動として最も可能性があるのは殺人を犯すことなくパパに助けを求めること。そうなるね。でもこれはあくまで私たちの推測に過ぎないし、立証しようにも証拠がない。あとジャックの動機以外に警備ロボの件もかなり気がかりなんだよね。原始大会の水の秘密がバレてから向こうの動きに明らかな焦りを感じられるでしょ。まさかオイラたちが手がかりを追ってここまでたどり着くのをあの時すでに見抜いてたってことか。今の状況から見るに黒幕はそこまで予想してた可能性が高いと思う。となると問題はマルシラックが絞った3人の容疑者のうち誰が警備ロボをコントロールできるかってなるね。ピエリ？なるほど。もしかしたら警備ロボを私用で使う手段を持ってるかもしれないね。でも警備ロボの話は本当っぽかったし、嘘をついてるようにも見えなかったかな。確かにそうだな。それにもし嘘をついてたら警察隊に行って調べれば一発アウトだし、どっかの警備ロボがなくなったらすぐに足がつきそうだしな。マーセルおじさん？うん、確かにパパは彼のことをかなり信用してたし、生前はいろいろと協力してた。そのつながりがあればジャックの正体を知ることだってできたかもしれない。それにカブリエール商会の財力なら警備ロボも十分な数を買えるはずだし。でもちょっと想像できないかな。マーセルおじさんは私が子供の頃からずっとそばにいてくれた人だし、しかももし彼が黒幕だったらずっとモラと労力をかけてロシの商売を自分で妨害してきたってことになるでしょ。フローレント？確かに彼はパパと一番親しいし、ジャックの正体を知るのに最も難易度の低い立場ではあるけど、ギャングの参謀として人事と治安に関する事務を担当してるから財務には関与してなかったはず。ふむふむ、つまり簡単に言うとあいつはあまりモラを持ってないってことだな。そういうこと。あれだけの警備ロボを一気に送り出すなんて難しいと思うよ。はあ、まったく誰が黒幕なの。確かにそう考えると一番可能性があるのはやっぱりマーセルおじさんかな。容疑者を絞りすぎたって可能性はないか。マルシラックのやつがあいつらに目をつけた時、人が溶けるっていう事実をまだ知らなかっただろ。ううん、マルシラックはかなり慎重なやつなの。理由もなく容疑者を排除したりしないと思う。彼が判断した根拠もちゃんと筋が通ってるしね。スピナディロースらの動きを把握し、警備ロボを利用できるほどの財力を持っていて、かつ思慮深く先を見通せる人物。心の中でどんだけ否定しても、この推理は疑いようがない。推理とか推測ばっかしてても、話は進まないと思うぞ。それに、オイラたちにはまだ、あれが残ってるだろ？そうね。
準備もなしにあそこを探るのはリスクがかなり高いってマルシラックが言ってたけど、今はもうそこを調べるしか方法がないかも。私たちが持ってる情報では犯人を告発するのに不十分だからね。ナビア城、ここにいたのか。ずっと探してたんだぞ。あれ、警察隊のやつじゃんか。どうしたんだよ。それがお前らが去ってすぐエリニュス層から知らせが届いてな。なんでも審判がまた行われるらしいぞ。そんな騒ぐようなこと？あそこは審判のために作られた場所でしょ。いや、肝心なのは審判を受ける人の方でな。タルタリアっていうファディの執行官って話だ。どうしたの？まさか知り合い？知り合いどころか、むしろ腐れ縁ってとこだな。今度はそいつが連続少女失踪事件の犯人として告発されたみたいだ。お前らはどう思う？どう考えてもおかしな話だろう。なんでそんなことに？その人って私たちの調査とは全く関係なかったでしょ。だよな。俺もおかしいと思ったから急いでお前らに知らせに来たってわけさ。もし彼に対する告発が有罪になったら、過去の事件を調べようにももう警察隊が応じてくれなくなるかもしれない。うん、犯人が見つかったことになるからね。そうなりゃカーレスさんの冤罪を晴らすのが今よりもずっと難しくなるはずだ。わかった。相棒、あんたはどうしたらいいと思う？私たちにはまだ確たる証拠はないけど。そうだな。手分けって？さすがは私の相棒、自信たっぷりじゃん。連続少女失踪事件に関係する審判だし、黒幕側もきっと歌劇場に集中してるはず。この状況なら他に気を配る余裕もなくなってるだろうね。まさに絶好のチャンス。よし、決まり。私は歌劇場に行って時間を稼ぐよ。そのためにはまずはこっちも黒幕を告発しようと思う。でも今の手がかりだけじゃ勝つなんて夢のまた夢だから、待ってるよ。あんたが決定的な証拠を持って私のところまで来てくれるのをね。うん、お前が審判でオイラたちを助けてくれた時と一緒だ。お嬢様、私たちも同行させていただけないでしょうか。こちらの準備は整っています。マルシラック、シルバ、あんたたちどうしてここに？お嬢様がポアソン町から離れるのを見て助けが必要だと思ったのです。私たち二人がお嬢様のそばにいれば多少なりとも安心感を得られるでしょう。あんがとね。じゃあ早速行こっか。パイモン、旅人、歌劇場で待ってるから。うん、約束だ。ナビアも行ったし、オイラたちも早速行動しようぜ。目的地はマップに載ってるから、とりあえずマルシ、行こう。入って探そうぜ。やっと見つけた。ここからロシを作ってる場所に入れるのか。全然目立たない場所にあるんだな。それもそうだな、かなり重要な場所だし、何かしらの防衛手段や仕掛けで守られてると思うぞ。今頃きっとナビアは激しい討論を繰り広げてるだろうな。オイラたちの時間を稼ぐために。どうやら質問をもう一度繰り返す必要があるようだ、タルタリア殿。
連続少女失踪事件の容疑についてその告発を承認するか否かお答えいただけるかね。正直君たちのその複雑な審判の手続きもどうして俺に訳のわからない罪を着せようとしてるのかもこっちはよく分かってないんだけど、でもまあ告発された人は決闘で身の潔白を証明できるんだろ。つまり俺がこの罪さえ受け入れれば決闘代理人のクロリンデと全力で戦えるってことだ。そうだよね。実にありがたい申し出だ。以前個人的に彼女と戦いはしたけど向こうは明らかに全力を出してなかった。だから全然楽しめなかったんだ。ふん、立場をわきまえたらどうだ。君は容疑者、ここは君が喧嘩するためにあるんじゃないんだからな。へえ、どうやら水神様は俺に歌劇場のルールを教えようとしてくれてるみたいだ。じゃあ試してみるかい。血湧き肉踊る戦闘の中で勉強する方が俺は得意でね。え、違うぞ、僕はそういうつもりじゃ。どうやら我々の意思疎通にはやや困難があるようだ。これでは話もなかなか進まん。ならば今一度説明させてもらおう。この審判の目的は連続少女失踪事件の犯人を見つけ出すことであり、その件は彼と関係ないよ。犯人は別にいる。え、どういうこと。どうしてまた彼女が。ほら言っただろう、犯人がファドゥイの執行官のはずないって。ナビアさん、これで2度目だ。前回は重要な証人を連れてきたがゆえにその行為を見逃したが、決してそれは秩序にのっとったやり方ではない。今ならば君を審判侮辱罪で裁くことも可能だと知れ。まさかこの法廷の茶番に少しでも私が敬意を払ってると思ってる？ま、それも重要なことじゃない。あんたと言い争う必要なんてないからね。私が言いたいのは、連続少女失踪事件の真犯人を今から告発するってこと。私の告発が成立したらそっちのタルタリアさんはもちろん無罪になるんでしょ。へえ、俺の罪を晴らすために自ら飛び込んでくる人がいるとはね。実に面白い。まあ俺も正直に言うとこんな面倒な規則にうんざりしてたところなんだ。ではお言葉に甘えさせてもらおう。さてしばらくは俺の出番がなくなったってことで大丈夫かな、大審判官閣下。しばし観客席に座っているといい。だがタルタリア殿、容疑者から外れたわけではないことを夢夢忘れぬよう。ではナビアさん、告発したいものを述べよ。それは、カブリエール商会の会長マーセルよ。何商会って言った？聞いたことないけど。一応知っちゃいるが、そこってスピナディロースらの姉妹組織じゃなかったか。まあ身内の反目ってやつね。念のため説明させていただこう。ナビアさん、告発とは非常に厳粛な行為であり、相応の責任を背負う必要のあることだ。仮に告発により有罪判決が出なかった場合、君は場合によって武国の罪が課せられることになる。それを知ってもなお告発を。もちろん。ではここに告発が成立したことを宣言する。ナビアさん、そちらの代理人たちと共に然るべき場所に着きたまえ。そして警察隊、マーセル殿に出廷するよう通達せよ。被告人マーセルよ、代理人は必要ないということでよろしいか。ああ、申し訳ない。突然すぎて何が起こったのかまだ把握できていなくてな。
多分必要ないだろう。ナビアもきっと何か勘違いしているに違いない。よかろう。これで審判にあたる双方の人員が全て揃った。さて、原告側から主張を述べたまえ。この件は3年前の不義のカーレスの事件まで遡る必要がある。あの事件の真相を解明してからようやく連続少女失踪事件の全体像が見えてくるの。まさか私がカーレスさんの件の犯人だと思っているのか。私には全く動機がない。カーレスさんは私の恩人だ。しかも当時私は君と一緒に銃声を聞いて外に駆けつけたじゃないか。私を容疑者とするのならあの日あそこにいた全員に疑いがあるはずだが。その話、そう急いで議論する必要はないんじゃないか。観客たちだってあの事件に詳しいわけじゃないだろう。この僕でさえよく覚えてないし。ええ、おっしゃる通りです、大審判官。この場にいる全員にあの事件の経緯を思い出してもらってから説明したいんだけど、それでもいい？よかろう。では当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピナディロースらは賓客とともにカブリエール商会が所有する郊外の荘園でパーティーに興じていた。このパーティーの最中、屋外より2発の銃声が響き、それを全ての賓客が耳にしている。その場にいる者たちが駆けつけると、容疑者であるカーレスは銃を手にしていた。一方、彼と面会をしていたはずのジャックは凶弾に倒れ、死亡が確認されている。警察隊のメンバーによる現場検証によれば、カーレスが手にしていたもの以外に銃は見つかっていない。故に容疑者の放った弾丸は1発目が外れ、2発目でジャックを殺害したという結論に至った。なお、これら内容はいずれも容疑者に否認されておらず、本人による反論もなかった。その代わり、決闘で己の名誉を守ることを容疑者は選んでいる。そしてかの決闘で容疑者は決闘代理人クロリンデに敗北し、命を落とすこととなった。以上が当時の事件のあらましだ。殺人をしないといけない状況にあったのはパパじゃなくてジャックだったはず。でもジャックにはそれをする理由がなかった。2回の銃声が響いた真相は、一発目がジャックの撃たれた時の音で、二発目が銃を奪ったパパが第三者を殺そうとした時のもの。でも黒幕は第三者が水に溶けるよう手を回していた。だからその痕跡が見つからなかったんだよね。大審判官、説明ありがとう。過去の状況から見るに、今の推論は最も可能性が高いものだと言えるでしょうね。でも原始大海の水が人を溶かすと知った今なら、状況は大きく変わってくる。やっぱちょっと、やっぱその人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆にカーレスに銃を奪われたの。
事件現場には服がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していた。けど今にしてみると、あれこそ現場に第三者が存在していた証。犯行時に人が溶けたことを意味する証拠だと思うの。そしてさらに、あの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。家族の証言によると、当日の彼は確かにパパをカーレスを殺そうと考えてた。ただ彼は結局そうしなかった。逆にカーレスに全てを打ち明けて助けてもらおうとしたの。当然黒幕側もこうなることをとっくに予想してた。だからもう一人の刺客を送ることにしたんだと思う。そして黒幕はその三人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかしさっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日、現場に残されていた服をちゃんと調べて、身元を洗えばきっと。それに、当日行方不明になったものの記録を調べれば、何かしらの収穫を望めるはずです。あの時、すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も、失踪者が少女かどうかに関わらず、手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど。僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって、確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスは、
それを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時スピナディロースらは情勢が不安定で、カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても、犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？原始大海の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さに、この歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね？そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でもパパに頼まれたんでしょ？だったらあんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として、私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎる者、揺るぎない者、狂気じみた者、歪んでいる者、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど。あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この2つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。だから銃声を2回聞いてから手を出してる。そしてリネのあの審判の最後でも、黒幕は身分が露呈しかけた時になって警察隊員をみんなの前で溶かした。つまりタイミングが良すぎるのよ。あれほど完璧なタイミングで犯行に及ぶなんて、現場に本人がいない限りできることじゃない。3年前のパーティーも、この間のリネに対する審判も、2回とも現場にいた人物こそがそこのマーセルってわけ。なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか？ふう、それを聞くと
少々冗談が過ぎるように感じるな。だが、もう慣れたよ。ナビア、君は小さい頃から衝動的になりやすかった。それに、感情に振り回されやすい。まあ、それもまた君の可愛いところではあるがな。今さら昔の話で動揺を誘おうとて、無駄だ。先ほどの推理について上げ足を取るつもりはないんだが、それが真実であれば、2回とも現場にいたのは私だけじゃないはずだ。それにだ、現場にいなかったものであってもタイミングを測る方法はあったかもしれない。例えば遠隔による監視手段がないとも言い切れないだろう。それは確かにそうだな。これには反論できないだろう。もしかしたら今君はこう思ってるんじゃないか。もう少し調査をして容疑者の範囲を狭められれば、私も反論の余地がなくなるんじゃないかと。一番可愛がっていた子に父親の殺人犯として告発されてしまうとはな。誰だって失望せずにはいられないと思わないか。だが真剣に相手をしなければ君を軽く見たと思われるかもしれん。仕方あるまい。ここは授業をするつもりで君に教えてあげよう。さて、先ほどの推理の中で最も重大なミスがどこにあるか君はわかるかい？どこ？君が言ったのと同じさ。タイミングだよ。私は商人だ。商人というのは商売をするものであり、当然そこに少女を失踪させる動機なんてものはない。この件は利益をもたらさない上にリスクも高いのだよ。私は若い頃、故郷であるスネージナヤを出てポワ村町に小さな商売をしにやってきた。その後カーレスさんの支援のおかげでようやく軌道に乗ることができたんだ。しかし私がフォンテーヌを訪れる以前から少女失踪事件はすでに発生していただろう。申し訳ありません、お嬢様。私の調査に穴があったようです。いや、あんたのせいじゃない。これもきっと彼が事前に用意してた言い訳のはず。さあ、まだ何か言いたいことはあるかな。そうだ、営業申請の日付と最初に少女失踪事件が起きた日付を見比べてみるか。それでも足りないというのなら、私の入国記録を調べてもいい。もしくは私の故郷スネージナヤに行って、私がいつ離れたのかを親族や友人に聞いてみるのもいいだろう。それだけ調べれば君の心にある行き場のない悲しみも少しは和らげることができるんじゃないか。無実みたいね。となると今度はナビアが侮辱罪に問われることになるわ。カーレスさんが当時考えていたことについて、君の推理は非常に行き届いていると私は思う。だがこうして君が今やっていることこそ彼の期待を裏切っているのではないのだろうか。君がもっと理性を持って冷静に対局を見れるようになることを彼は期待していたはずだ。だというのに今の君はただの独りよがりでしかない。そんなこと彼は望んじゃいないだろう。衝動に駆られることなく他人のためを考えられるようになって、ようやく君は父親の期待に応えられる。そう思わないか。これは元から私一人だけのことじゃない。とっくの昔からそうだった。この事件に巻き込まれてしまった数多くの被害者と私の間に大きな違いがあるとしたら、それは私には真相を求める力があって、今の彼らにはもうないってこと。ロシのせいで家族を失った人、死んでしまった人、連続少女失踪事件で最も愛する者と別れた人、正義感ゆえに粛清された人。私の頭の中にはいろんな人の名前が思い浮かんでくる。ここに座ってるみんなも
誰かしらの名前が浮かんできたでしょ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよその言葉。不落天道万象風よ、へい、いやだ、これで遅い。剣女万弱、浄化せよ天へと舞い。これでいやこれで天礼をわきまえぬ虫けらが、みんながそばにいてくれる属性は早く
な。オイラたちももたもたしてられないし、早速調べようぜ。手がかりを見つけたらすぐに法廷に向かおう。この中、うわ、全部ロシだぞ。それに原料を入れるための瓶もある。これに入ってるのって原始大海の水だよな。どれどれ、調合中、完成済み、サンプル。はっ、ご丁寧にちゃんと分けてあるんだな。それにフルーツ味まであるぞ。そうだな、一目見たらすぐ分かるくらいバレバレだぞ。ここに何かあるぞ。研究をするための場所っぽいな。実験ナンバー16、ジェイコブ・インゴルドによる原始大海の研究結果に対する検証および確信を旨とする。実験失敗、原始大海の水に浮かび上がる人間はゼロ。22、23、24号の女性は溶けて、うわあ、ごめん。でもこんな恐ろしい文章今まで読んだことなかったから、こんな冷たい書き方でこんな怖いことを書くやつがいるなんて信じられないぞ。お前にやる。オイラはもう怖くて読めないから。そのためにこんなにたくさんの実験を、何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか。どんだけ狂ったやつだよ。あれ、それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ。おいら覚えてるぞ。確かそいつは溶ける瞬間を目撃してたんだよな。え、バシェが実験者？この実験をやってたやつってことか。そうだったのか。つまりバシェは被害者なんかじゃなくて、あいつは自分の手で恋人を。あれ、違うな。それだと救おうとしてる意味がわからないぞ。おう、とりあえずメモしとこう。どれどれ、何が書いてあろうとこの名探偵パイモンの目から逃れられないぞ。カーレスって、これ、ナビアのお父さんだよな。あいつに関する調査レポートみたいだぞ。なになに？あ、うん。確かに、お前の言った通りだな。ジャックとカーレスを誰かに殺させようとしてる。ジャックが任務を遂行するとは思えないからって。これって、例の第三者が存在してた証拠になるよな。どれどれ、カーレスがギャングのメンバーに伝えた重要な情報についてはまだ調べがついていない。あの老犬はどこまでも手強いやつだ。仮にやつが本当に約束を守ったとしても、主導権はまだやつの手にある。奴が我々をどうにかしようとすれば、いつだってこちらに牙を剥くことができるというわけだ。唯一の解決策は、あいつを消すことのみ。ああ、確かにそうだ。なら、
人を送って奴を殺そう。ナビアにさえ手を出さなければ、老犬は人を噛んだりしないはずだ。手紙でのやりとりの一部みたいだな。まったく、大悪党ばっかだぜ。すごく目立つ池があるぞ。水でいっぱいだ。ああ、ここってロッシを作るための場所だし、この池の中にあるのは全部原料だろうな。普通の水で薄めればロッシになって、そのまま使うと人を溶かすことができる。よし、オイラがメモしとくぜ。ここには何が入ってるんだ？お？なんか可愛いもんばっかだぞ。ピンク色のアクセサリーにヘアリボン、ネックレス、それにメイクボックスまで。お、オイラも気づいたぞ。それぞれ違う名前のラベルで仕分けされた女性の持ち物。これって何を意味してるんだろう。ふい！つまり被害者の女性たちは全員ここに連れてこられたってことか。そしてここで水に。こんなにたくさん箱があるってことはそういうことだよな。怖すぎるぞ。証拠としての価値がありそうなものは一通り見れたな。事件の真相はオイラたちが推理してたのとかなり近いみたいだけど。そうなんだよな。バシェが一体何者かについては教えてくれるものが一つもなかったぞ。道理でヌビレットも調べられなかったわけだ。黒幕はきっとバシェの身分に関連するものを全部消したんだろうな。そうなるとここの手がかりを持って歌劇場に行っても真犯人を暴くことなんてできないぞ。おう、オイラだって降参するつもりはないぜ。ここにあるものを一つずつきっちり調べて絶対に見つけ出してやろうぜ。
証拠がないにしてもおやつくらいあってもいいだろう。ベニールってこれ馬車の恋人の名前じゃんか。じゃあお前の手にあるのはあいつのノートってことだな。どれどれ。おー、ただの恋人との日々を書いた日記か。内容が甘々だから余計にこいつのことがかわいそうに思えてきたぞ。確かに名前がいっぱい書いてあるな。1ページ丸々埋まってるぞ。しかも全部消されてるし、どれも満足できなかったってことか。最後に決まった名前はマーセルだって。いやいや、マーセルってあんなに年を取ってるだろ。あいつがバシェとベニールの息子って、少女失踪事件ってそんなに歴史が長かったのか。おい、おいらはまだ理解できてないぞ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよその言葉。待たせたなナビア。さすが私の相棒、タイミングバッチシ。このような秩序を乱す行為、一体何度繰り返せば気が済むのだ。別にいいさヌビレット、それほど自信があるみたいだし、さぞ決定的な手がかりを見つけたんだろう。君こそが馬車だからだ、マーセル。お前の拠点を調べさせてもらったぜ。オイラたちにはもうお見通しだぞ。お前は溶けてしまった恋人のベニールを取り戻すために次々と女性に目をつけては人体実験を行ってた。さらにお前はマーセルっていう身分をでっち上げて馬車に関するあらゆるものを処分したんだ。なるほど、過激でさえこれほど冷酷な悪役はいないだろうに。だとすればこれでマーセル君の動機についても説明がつく。さっきあんたが言ったタイミングの理論もこれでおのずと破綻したね。マーセル、あんた自分が何で負けたかわかる？ずっと失った恋人を見ているだけで他の人に目もくれなかったからよ。だからあんたは私たちの変化に、私たちの成長に気づけなかった。ゆえにボスが抱いていたお嬢様への期待も読み取れなかったのです。それに我々の決意もな。君たちの決意だと。被告人、反論があればできるだけ早く述べてくれたまえ。でなければ審判を次の段階に移させていただく。私にそんなことをする気持ちがあったと思うのか。君たちに目もくれなかっただと。どうして私が目を向ける必要がある。君たちの方こそ私のことを見ようとしたか。私のこの苦しみを経験したことがあるか。最愛の人が目の前で溶けていくあの光景は、それを見ていることしかできなかった経験は、誰も私を助けてくれない、私を信じてくれる人もいない。数十年前、質立帝の者でさえ私にこう言った。人が水に溶けるなんてありえない。
私は不慮の事故に遭ったから混乱しているのだと。ベニールの死はこうもあっさりと君たち全員に流された。今になって分かっただろう、あれが本当のことだったと。だがもう遅い、一度溶けた人はもう戻らないのだからな。全て貴様らのせいだ。こんな見栄えだけの審判で正義を追求し茶番を求める、一般人の苦痛にまるで見向きもしない。ベニールが死んだんだぞ、彼女と約束したのにだ。どこへ行こうとも一緒だと、そう約束したのに。ずっとこの約束をたがえることなどなかった。だが私はフォンテーヌ人じゃない、私は解けないんだよ。おい、マーセルが飲んだのって原始大海の水か？私は解けない、解けないんだ、解けないのだよ。見たか、いけないんだ、私はあちらへ行けない。だったら何とかして彼女を連れ戻すしかないだろう。だというのに、結局最後はあの老犬カーレスにしてやられるとはな。一生をかけてこんなにも用心深くやってきたというのに、あいつのバカ娘にとどめを刺されるとは。被告人の精神状態が少々不安定なようだ。警察隊、彼を取り押さえろ。来るな、誰も近づくんじゃない。私はベニールを救うんだ、まだ彼女との約束が。ベニール、ベニール、ああ私を責めないでくれ。どうしても私たちの約束を果たしたかったんだ。どうやらこの審判も結果が出たようだな。ナビアさんの告発が成り立った今、タルタリア殿への告発も無効となる。ああ、気にしなくていいよ。最初は少し興ざめだったけど、こうして見事な討論を見れたからね、気分もそう悪くない。では連続少女失踪事件の全貌を振り返る前に、旅人殿、証拠品を警察隊に提出してくれたまえ。被告人マーセル、本名バシェは恋仲にあったベニールと冒険者として行動を共にしていた。だがとある水中での探索において、ベニールは不用意にも原始大海の水に触れてしまう。そしてバシェの目の前で彼女は溶けてしまった。バシェは人の助けを借り、原始大海の水という存在を知る。それからは女性を拉致し、ベニールを元に戻そうと研究に明け暮れた。さらに犯罪者の身分を隠すため、彼はマーセルという偽名を名乗り、ポワソン町で商売を始めた。研究の過程で彼はあることに気づいた。希釈された原始大海の水には人を高揚させる効果があると。それに目をつけた彼は露紙の密売を始めた。だが資金を貯めながら研究を続ける中、スピナディロースらとの間に衝突が生じてしまう。長きにわたる表と裏の争い、抗争を経て、彼はあるパーティーを利用した犯行を目論む。そう、スピナディロースらのボス、カーレスの暗殺だ。最後の段階で想定外のことが起こったものの、彼は実行犯を解かすことでカーレスに殺人の容疑をかぶせた。そしてつい先日のこと、バシェは似たような手口で少女失踪事件の罪をリネに着せようとしている。だがその計画は失敗に終わり、原始大海の水の効果も露呈することとなった。その一件を機に彼もまたほころびを見せ、こうして告発され罪を問われた。謎に包まれていた連続少女失踪事件も、これにより真相が白日のもとにさらされたというわけだ。
では、被告人馬車の容疑についてこれより有識に最終的な判決を下してもらう。油脂裁定カーディナルの審判結果により、被告人馬車は有罪だ。警察隊、馬車を連行しろ。ブラボー、当然の裁きよ。これで連続少女失踪事件も終わりか。私たちって歴史を見届けたことになるんじゃない？まさか真犯人があんな真面目腐った顔のやつだったなんてね。やったぜ、オイラたち役に立てたよな。あいつは罪のない人をたくさん傷つけてきたんだ。これでやっと相応の報いを受けることになるな。オル、どうしたの？お嬢様、お手柄です。ボスが待ち望んだ日がついに訪れました。お嬢様、これからは今までのように気を張らずに済むでしょう。そうね、やっと終わった。あんたたち、それと相棒のおかげでね。パパ、スピナディローズらは私が引き継いでからもちゃんとやっていけてるよ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり冤罪も晴れた。めでたしめでたしだ。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に失礼させてもらうよ。いや、少々お待ちいただきたい、タルタリア殿。ん？まだ何かあるのか？てっきり俺はもう用済みかと思ったけど。こたびの一件はタルタリア殿に起因している。審判の工程に従えば最後に罪の裁定を行わればなら。おいおい、まだそんなことをする必要があるのかい？犯人も捕まったことだし、俺みたいな脇役はもう退場する時間だと思うけど。フォンテーヌの法律を尊重していただけると助かる。これは今日まで守られてきた規則だ。はいはい、わかったよ。まったく面倒だな。俺はあの台に立てばいいのか？何をするか知らないけど、さっさと終わらせてくれよ。こたびの事件の公開審判を経て、タルタリア殿は連続少女失踪事件とは直接関係がないと判明した。犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に油脂裁定カーディナルに判決を下してもらう。油脂裁定カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、こんな冗談面白くないんだけど。さっきまで俺のことを無罪だって言ってただろ。なのにこの結果はなんだ？その機会故障でもしてるんじゃないのか？こんな状況初めてよね。ユシキが最高審判官と違う結果を出すなんて。ファドゥイの執行官ってことはきっと悪事を重ねてきてるだろう。ユシキも多分彼の他の罪を見抜いて正義を執行しようとしてるんじゃないか。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても今裁かれることはないんじゃない？油脂裁定カーディナルの判決に準じて有罪とする。警察隊、規定の手順にのっとり任務を遂行せよ。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。
ない。冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない、このような状況は私でさえ初めてだ。だがフォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決は由式が示した結果に準ずる。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに由式がこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべき者が他にいるだろう。君たち、どうして僕を見るんだ？こんなの僕には関係ないぞ。僕だって、なんでこんな状況になったか知らない。もう、僕のことをじろじろ見るなよ。フリーナ様、それはどういう意味です？あの方も理由を知らない？ありえないだろ。イスキはフリーナ様が作ったんだよな。そうよ。ねえ、この判決って本当に正しいの？こんな適当なのが正義と呼べるのかしら。古本、紳士淑女の諸君、まさか事実無根の誤審をしてしまったと思ったのかい？先ほどの判決が誤っており、想定外のものだったと。よもやこの僕さえも実情を知らないと思ったわけじゃないだろうね。たく、さっきまで明らかにそんな感じだったじゃんかよ。このようになったからには説明しないといけないようだ。皆の衆、先ほどのはすべてドラマ性を最大限に引き出すための演出に過ぎない。そう、僕の演技も含めてね。どんな劇であろうと、脚本なしには存在などできないだろう。つまり全ては僕の想定内というわけさ。由式こそが正義であり、その概念の決心。理由のない判決など決して下されはしない。タルタリアが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいるのも、虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為の全てとその危険性は、どれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。答えは時間が証明してくれる。いずれ僕の思慮深さを、今日の判決の妥当性を理解するだろうさ。はぁさて、謎が残されて気になるところだろうけど、今日のショーはここで一区切りといこう。最初に退廷するのはもちろん主演であるこの僕だ。それではまた会おう。結局逃げることを選んだか、あれは。つまりさっきの水神の話は真に受ける必要ないんだよな。うん、彼女はメンツを保つためにああ言ったのだろう。この件について具体的な原因はおそらく彼女自身も把握していない。だが安心するといい。引き続きこの件は私が個人的に調査する。先ほど約束したように冤罪であれば必ず明らかにしよう。おお、タルタリアのやつが少しかわいそうだけど、一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。遅い。天へと前。おい、何をする気だ。やつを抑えろ。旅人、おい旅人。おい、マーセル、何しに来たんだよ。
公務を妨害するなら罪をさらに問われるぞ。いや待ってくれ、私はただ旅人と少し話がしたいだけなんだ。決して逃げようとしているわけではない。頼む、頼むから少し時間をくれ。話を聞こう。ありがとう、感謝する。先ほど連れ出された時にふと思ったんだ。バシェという名前を君たちは一体どこで知った？関連する記録は全て処分したはずだ。となると考えられる可能性は一つだけ。まさか今さら事件の内容を掘り返す気か。すでに有罪になったというのに。本当か？その話は本当なのか？彼女に会ったなんてありえない。一体どうやったのだ？ルキナの泉だと？つまり彼女はずっと私のすぐそばにいたということか。それなのに私は。頼む、彼女に会うチャンスをくれないか。旅人、連れて行ってくれ、一生のお願いだ。その後であればどんな処罰だって受けよう。少し虫が良すぎないか。重罪を犯したというのに注文が多いぞ。はっ、オイラもそう思うぞ。こんな極悪非道の犯罪者が言う頼みなんて聞く必要ないよな。トウ、その要求は君にとって命に釣り合うほど重要なものか？ああ、いや、命よりも大事なことだ。人間とは、かくも精神の需要のみで生への本能に逆らえるのか。よかろう、その要求を許可する。最高審判官、なぜ？私もこの者と同行しよう。犯人が脱走した際の責任は案ずるな。あ、承知しました。ヌビレット様が一緒ならもちろん安心です。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ここに彼女が。だがここにいると言っても具体的にどうすれば会えるのだ？おう、あれを飲んだらオイラでもあの声が聞こえるようになったんだよな。さっきお前も舞台でごくごく飲んでただろ。理屈的には。どうして？そうそう、この声だ。どうやらお前も聞こえたみたいだな。ベニール、私だ、バシェだ。ベニール、バシェ、バシェ、私はここだ、ここにいる。君はどこだ、ベニール。今すぐ会いに行こう。おい、ちょっと待った、気をつけろよ。おい、ベニール、君なのか。私だ、バシェだ。ベニール、バシェ、どうして来たの？私のことは探さないでと、そう伝えるようお願いしたはずなのに。あなた、ずいぶんと年を取ったみたいね。どれくらい時間が経ったのかしら？かれこれ20年以上は経った。君がいなくなったあの日から私はもう20年以上も苦しんできたんだ。私はただ君を元に戻すためだけにこの20年以上の時を生きてきた。他の全ては私にとっては何の意味もなさない。私は夢を見ているのだろうか。
まさかこうやって自分の心の内を全て君に打ち明けられるなんて。ベニール、君は私の全てだ。君なしでは私はどうやって生きていけばいいのかさえわからない。でも私はあなたなんかいなければよかったと思ってるわ、バシェ。なんだと？あなたさえいなければ私は法律を無事に学び終えて一流の代理人になれたかもしれない。あなたさえいなければ私は画家の夢を追い続けられて、いつかパレメルモニアの隅々にまで私の絵を飾れたかもしれない。あなたさえいなければ私は少なくとも母に付き添うことができた。老いた母が一人寂しく涙を流しながら死んでいくことを避けられたかもしれない。全部あなたの私欲のせい、バシェ。全部あなたのせいで。待て、君はベニールじゃないな。一体何者だ？そう、私はベニールじゃない。私は犠牲者。あなたのせいで死んだ女性は全てその肉体が消失したことにより意識が原始大海へと帰ったの。我々の意識は大海の中で絶えず流れ、分かたれることもなく、やがて収束する水流のように一つとなった。私はクリッシー、私はシモーヌ、私はエイドナ。でも一つ確かなのは、私はベニールじゃない。なぜだ？じゃあベニールはどこに？彼女はもうあなたに会いたくないの。彼女に関する意識のすべてがあなたを遠ざけてる。これこそあなたの私欲の結末よ。私欲のままに私たちの若い命を奪った。彼女のために何でもすると言ってるけど、そんなことを彼女は望んでいない。あなたは一切考えてこなかった。今のあなたを見た時の彼女の失望を。私は、あなたは嘘つき、あなたは人を殺す悪魔、あなたは事故に陶酔する臆病者。でも一つ確かなのは、あなたはベニールの恋人じゃない。あなたが初めて手をかけた少女は死んだ後、その意識をベニールと融合させた。だから彼女はあなたのことを心の底から憎むようになってる。そんな、ベニールが私を憎んでいるだと？いや、彼女に会わせてくれ、頼む。まだわからないの。私は探さないよう言ったの。これは本物のベニールの意志。彼女は確かにあなたに会いたいと思っていないけど、それにはもう一つの意味があるの。これは彼女があなたに残した一滴の哀れみよ。だって彼女は知ってたから、もしあなたがここに来たら、私たちはあなたを逃すわけないって。バシェ、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 バシェ。死んで。
ぶらつく時間ができたな。こんな風にのんびりするなんて久しぶりだぜ。相棒今朝起きてやけに調子がいいと思ったらあんたたちに会えるからだったのね。このような天気でもお嬢様の機嫌を曇らせることはできないようです。また会えてよかった、二人とも。ナビア、数日ぶりだな。会いたかったぜ。そっかそっか、その言葉信じるからね。ま、私みたいに息がぴったりでいつも勝利を呼んでくれる相棒なんて他にいないし、そりゃ誰だって大事にしたくなるよね。ひご機嫌みたいだな、ナビア。最近は何やってたんだ？はあ、それがもう忙しくて忙しくて。あの審判が終わってからポワ村長とフォンテーヌ邸の間をずっと往復してるの。スピナディロースらのみんながパパのために追悼会を開いてくれてね。パパが死んだ時は名誉なんて地に落ちてたでしょ。当時はたとえ追悼会を開いても来てくれるような人なんていなかったからさ。でも今回はポワ村長の人たちと真実を知ったフォンテーヌ邸の町の人たちが追悼会に参加してくれたんだ。よかったな。これでカーレスの汚名も返上できたんじゃないか。ええ、これはお嬢様がずっと抱いていた願いでもあります。あのバカ親父を信じてよかったよ。あの時諦めなくて本当によかった。ただ追悼会から出てきたところをシャルロットに捕まってね。まあ正直彼女が必ずやってくることも私を見逃すわけがないってことも最初から分かってたけど。ん？それってスチームバード新聞の記者のシャルロットか？お前も知り合いだったんだな。うん、スピナディロースらのボスに就任した時しつこく質問されてさ、それをまとめて暗闇の深部に潜む本当の心臓、キバラの秘密っていう記事を出してくれたんだよね。けど正直に言うと、その記事って私のことをかなりかっこよく書いてくれてるの。だからそれからもお互いに悪くない関係が続いてるってわけ。今回も私たちの関係にあやかって連続少女失踪事件を終えてのインタビューを受けてほしいって言われたの。確かあいつ連続少女失踪事件の動向にずっと注目してるって言ってたよな。ってことはこれであいつの願いも叶ったってことか。ま、安心してちょうだい。あんたたちが重要な手がかりを持って登場した逆転シーンはかっこよく書くよう頼んどいたから。ひひ、シャルロットの記事を楽しみにしとこうぜ。オイラたちもあいつの腕は信用してるからな。あ、そうそう、あとね、クロリンデを食事に誘ったの。え、お前たち仲直りしたのか？あんたたち黒幕の本拠地で手がかりを探してくれたでしょ。その時クロリンデが法廷に立ってパパのために証言してくれてね。彼女のおかげで審判の風向きも変わったの。だからまあずっとこじらせててもしょうがないでしょ。これを機に仲直りしようと思って。おー、よかったじゃんか。クロリンデって別に悪いやつじゃないと思うぞ。友達は多い方がいいしな。とにかくいろんなことが一段落したって感じ。連続少女失踪事件も徐々にみんなの記憶から忘れられていくだろうね。あ、そうだ、まだ一つやってないことがあったや。なんだ？パパの墓参り。物語の結末と真相をパパに教えてあげないとね。それから今もみんなに慕われてるってことと、私もみんなと同じ気持ちだってことをね。お嬢様。ええ。たちも一緒に行かせてくれ。カーレスって本当に立派なやつだと思うからな。もちろん、あんたたちのことをパパに紹介してあげる。二人の相棒がいなかったら
この結末にたどり着くこともできなかっただろうしね。それでは皆様、早速出発の準備をしましょう。日が暮れる前にポア村長に戻れるといいのですが、何しろここ最近はあいにくの天気ですから。うん、そういえばここ数日ずっと雨が止んでないもんね。ここがパパの眠る霊園。実は私もここに来るのは久々でね。あれ、あそこに誰かいるぞ。あれってまさか、あ、ヌビレットだよな。大審判官がどうしてこんなところに。って、おい、ナビア。おや。申し訳ない。事前に君の許可も得ずにお父上の墓参りをしていた。そんなこと言わないで。すまない。謝らないでって言ったの。パパに私の成長を見てほしいけど、この国の最高審判官にそう何度も謝らせるなんて、さすがに成長しすぎだから。そうか、では謝罪は控えよう。はあ、あんたってほんと人の気持ちがわからないのね、ヌビレット様。それでどうして来てくれたの？あの日以来ずっと考えていたのだ。正義とは果たして何なのかをな。人間にとって命よりも大切なものがあることを私はかつて信じようとしなかった。いや、というよりも私は人間が生き物としての本能に逆らい、生き物としての規則に抗うことを、己の命よりも他の何かを大事にすることを信じていなかった。これもまた当時、君のお父上が決闘に出ることを止めなかった理由でもある。本当に無実の者ならば、あのように命を捨てることなど決してできないと思っていた。この世に存在することよりも重要なものなどないと、そう信じていたのだ。だが私の信じてきたものをカーレスさんは完膚なきまでに論破した。彼の犠牲なくば連続少女失踪事件は今もなお未解決であっただろう。カーレスさんは愛する者のため、身近な者たちのため、そして自分とは無関係な者たちのためにあのような選択をした。今にしてみればあれこそが全て正義のためだったと言えよう。命そのものを超越した正義だ。君はなぜ私がここに来たのかを聞いたな。私はただカーレスさんに謝罪をしに来ただけだ。何もかももっと早く気づくべきであった。このことが私の胸を締め付け気が晴れないのだ。歌劇場のあの高い位置から眺めるだけではやはり様々なものが見えなくなるのだな。スピナディロースらの諸君、長きにわたりご苦労であった。その、ごめん、この前はあんたのこと怒鳴って。あんたって、見た目は冷たいけど、心の中では色々と考えてるタイプだったんだね。シルバっていう私の部下にちょっとだけ似てるかも。すまない。自分の気持ちを表現するのが苦手でな。だから言ったでしょ？謝らないでって。ナビアとヌビレットも仲直りしたみたいだな。オイラたちは邪魔しないでおこうぜ。後でまたお墓参りに来よう。これで完了っと。オイラ、お墓参りってあんまやったことないから、失礼なこととかしてなかったか？おい、そんな決まりがあったのか？でも、しょうがないだろ。元からこうなんだから。ナビア、オイラのことを悪く思わないでくれよ。そうだ、ヌビレットがまだあっちにいるみたいだし、せっかくだから、あいつと話してみないか？水神と
との面会は難しいけど、あいつとなら大丈夫だろ。ああ、君たちか。ナビアさんに誘われて墓参りに来たのかな。おう、今日街をぶらついてたら偶然ナビアに会ってな、そのままついてきたんだ。なるほど。それで私に何か用だろうか。そのせっかくこうしてお前と会えただろ。お前っていつもは忙しくしてるし、この機会にオイラたちの質問にいくつか答えてもらえないかなって思って。ああ構わない。異教の者がフォンテーヌのために奔走し、あれほど重要な事件を解決してくれたのだからな、報いるのが礼儀だろう。あの時法廷では原始大海の水って犯罪組織から呼ばれてたけど、あれって結局何なんだ？うむ、その呼び方はあながち間違ってはいない。おそらくバシェの組織は幾度となく調べてその概念にたどり着いたのだろう。この星にはかつて特殊な海が存在していた。その水は我々の知っている現在の海とは違う。テイワットの生命の大部分はかの海に由来するものだ。この星のあまたの命を育んだと言えよう。だから原始大海って名前なのか。文字通りの意味なんだな。そして今原始大海はもはや星の表面に存在しない。バシェたちが見つけたのはおそらく特殊な例に当てはまるものか古代の遺物だろう。なるほど、お前ってほんと物知りだな。じゃあなんで人間じゃなかったフォンテーヌ人はあの海水に溶けちゃうんだ？生命を創造し生み出す原始大海が何故生命を飲み込むことになってしまうのか、これは実のところ私の認識する説理と齟齬がある。フォンテーヌ人の身にきっと何か特別な秘密があるのかもしれない。他に何か聞きたいことはあるか？海面が上昇し人々は海に溶けてゆく。涙を流すフリーナだけが残されるその時まで、そうしてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。予言というのはこのようなものかな。そうそう、リネから教えてもらったんだ。だいたいそんな感じだったぞ。うむ、現状を鑑みるにもはやこの予言は無視できないものになっていると私は思う。この予言はフォンテーヌの先代水神が死に際に残した言葉を元にしていると噂されている。先代の水神が残した予言だったのか。それは初耳だな。今海が上昇することとフォンテーヌ人が溶けること、その二つが現実となった。警戒を強めて他の兆しに注意すべきだろう。そういえばフリーナはずっとこの予言を気にかけていた。テイワットの各地から情報を集めていたこともある。噂が事実であればこれがおそらく先代水神がフリーナに与えた難題となるからであろう。でもあの水神って本当に頼りになるのか。他に何か聞きたいことはあるか。すまない、調査の結果はまだだ。だが有識が無意味な判決を出すとは依然として私は思っていない。え？でもあの時お前自身は無罪って言ってたよな。長い歳月を経る中、有識もただ機械的に私の判決をただ繰り返しているわけではないと分かった。神によって作られたマシナリーとしてあれは民衆の正義への信仰を束ねている。強大な立証混合エネルギーを生み出すだけでなく自己意識のような諸々を備えている可能性が高い。それゆえ今回のように判決に齟齬が生じることは当の昔より覚悟ができていた。そういえばリネはユシキのコアがある部屋で人の声を聞いたって言ってたな。
そのようなことがあったのか。それこそまさに私の判断を裏付けるものになるかもしれん。その件も調査の対象としよう。だが何にせよ、ユシキの判決には何かしらの理由が存在するのだと私は思う。きっとまだ何か手がかりが足りないのだろう。あの時のフリーナの反応から察するに、彼女も見当がついていないはずだ。でなければお得意の芝居で見栄を張る必要もないからな。この件の調査は決して諦めないと約束しよう。真相を明らかにするまで申し訳ないが、あのファデュイの執行官にはメロピレ要塞に留まってもらうことになる。もし本当に冤罪であった場合には、必ずや最大限の保証をさせてもらうつもりだ。今のあいつが最も望んでる保証って、多分お前と思いっきり喧嘩することだとオイラは思うぞ。他に何か聞きたいことはあるか。家族、君以外の金髪の旅人か。すまない、見たことがない。もしその彼女がフォンテーヌを訪れていたら、フォンテーヌの法律を尊重していたということだ。ゆえに歌劇場とは無縁だったのだろう。他に何か聞きたいことはあるか。そうか、君の疑問を解くことができて光栄だ。君との交流は実に楽しいものだったよ。私はしばしここの静けさをかみしめてからパレメルモニアに戻るとしよう。やっぱりヌビレットって忙しいんだな。てっきりここに来たのは休みだからだと思ったぜ。罪悪に休暇などないからな。正義も休む暇などないのだ。審判官というのはそういった仕事だ。そっか、確かにお前の言う通りだな。あれ？今気づいたけど雨が止んでるぞ。